築136話四国志編第7話園ヶ原の戦いというお話。頑張れジェームス。このゴリラおしっこしないでよ。よし、長女たちが好きな甘いものを持ってきたんだ。行くぞ、これでも食べてろーい。よし、うまくいったぞ。コナーケイトリン、こっちのムカデとかカマキリを倒すぞーい。ああ、甘いのあげてたのバレちゃって。何ですか、あら、みんななんか逃げていきますよ。さあ、追いかけますよ。あれ、どうしたんですか。って、うわ、後ろに。待たせたな、ゴリラさん。これで挟み撃ちだ。行くぞ。いや、やばいです。スティーブンとジェームスはこっち。うわ、タワーと恐竜たちじゃないか。ビクターたちには昆虫たちを任せましたよ。このゴリラ、いていて、もうすぐ夜です。夜まで頑張ってください。これでも食らえ、攻撃。オラ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 、消防車フリン様の力を見せてやる。行くぞフランキー、ここは任せたぞ。ビッグトーマスの後ろに回ってやる。行くぞ。いてー、なんでわかったの。バレバレですよ。さあトーマス、勝負です。うわぁ、重すぎる、かなぁ。助けてくれ、ロッキー大先生。はぁ、あ、はぁ、あ、これでどうだ、力持ちになる。ありがとう。行くぞ、ビッグトーマス。やめなさい、トーマス。あ、誰か、助けて。やったね、さすがトーマスだ。よし、みんなで攻撃だ。やったー、倒した。よし、こっちも倒したわよ。やったやった。よし、みんなで攻撃だ。見せてー。よいしょよいしょよいしょ。かなヘンリエタ隊、ディーゼル船の横っ腹を攻撃。おー、つよし、後ろからリーダー4番を。うおー、トーン、トーン、トーン、アブロボー。後ろから誰か来ると思ってフライングスコッツマンを隠しておいたのさ。さあ、全軍総攻撃。ほやほや、しょうがないね、僕の力を見せちゃおう。さあ、もう一回。よいしょ。さすが、クール大王。もうすぐ夜になるぞ。早くクール大王を倒してしまえ。こら、負けるかよ。こっちも、頑張れ。くん、もう夜だ。今日は一度戻るぞ。勝負はまた明日だ。なんとか夜まで持ちこたえましたか。私たちも帰りますよ。うん、夜だから戻っていったよ。助かった。く、もう少しだったが夜になってしまったな。みんな一度帰るぞ。おお、帰っていった。おーい、ルーク、お前ってばめちゃくちゃ強かったんだね。びっくりしたよ。いやいや、そんなことないよ。さあ帰ろう。回復。みんな
よく頑張ったな。お疲れ様。はあ、なんとかビッグトーマスは倒したみたいだよ。素晴らしい。タワー、カププラの方はどうだった？タワランド軍、数が多すぎてちょっと大変ですよ。こっちももうちょっとで負けそうだったよね。むむむ、よくわかった。明日の作戦はゆっくり考えておこう。今日はしっかり食べてよく休むんじゃ。明日も朝からソロガハラで勝負なの？みんなごめんね、僕がいなかったばっかりに。また集まってくれてありがとう。さあもう一度王冠を取り戻しに行くぞ。このクロランドは僕のものだ。えいえいおー。